お願いします。お願いします。さあ、ということで2乗23番ということで、まあ、北斗カバネリあたりは埋まっていると予想しますが、ブブブが角、へえ、あれ北斗余裕で開いてる。え、どうする、とりあえず行っとくか。どうもー、それではチャンネルガイモンでございます。ということで本日はダブルの力ということでやっていきたいと思いますが、抽選23番ということで、まあそんなに良くなかったんですけれども、なんかお店入ってみたら北斗開いてましたね。はい、2週間と2日、私50万負けております。1回だけ、北斗のキリントロフィー出た時に、ちょい勝ちしたんですけど、昨日の10万負けを持って、50万達成と。50万をなんとか取り返せるような台に座るべきなのか、設定の見込める台に座るべきなのか悩みました。前回の動画も、朝一抽選勝って、北斗行って、4万やられて、あまりにも負けすぎて何やっても自信がないんで、運送転生さえ入ればなんとかなるんじゃないかなと思っておりますんで、本日も一日よろしくお願いします。さあ、それではやっていきましょう。今日も今日とて北斗スタートになってしまいましたね。いや別に閉まったっていうか、そんなネガティブな話ではないんですけど、昨日は朝一の中段チャリー確率が600何十ゲームから始まったんで、人並みに引ければいいです。子役はね、カドチェだったりとか弱水化とかでどうなるかっていう話をしたいのにただただ引けないってなるとね、ちょっと話が違いすぎるんで。このお店のいいところはダブルの力っつって、こう2台3台機種に 全景を入れてくれつつ、さらにその北斗とか鏡とかカバネリとかメインとなり得る機種に関してもちゃんと配分してくれつつっていう感じなんで、まあ朝一選択っすよね。2、3台並びの台に行くか、台数多いところで戦うかと。2今遅れたか、ちょっと違和感あったな。中段チャリやった2回目、ただあと140ゲームで天井っていうね。ああ、キリンから遅れ、中段チャリからっすね。3枚目、683ゲーム、2ゲームですね。682ゲーム、当選2万2000円。あと120だったのにな、天井まで。いや、絶望的だな、マジで。いや、もうすでにテンション上がんねえ。スローになった、角突き継続確定。これが中段チャリ行ってくれてるやつであれば無双転生チャンス。名もよ、天に帰る時が来たのだ。ボタン出ない。最初から継続が決まってて、今の中段チャリで継続率上げてたのが一番いいのか。よし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 、頼むぜマジで。
し順この4セットバトル4めちゃめちゃ終わりがちなんだよね。なんか知んないけど、さあやばい、さすがに無理か。動いてない、起きない、復活ない、上下だ。高設定差ですね、一発目高設定差出るんだ、こんなにも厳しそうなのに。うん、4枚目、昨日と同じだ、本当に投資のペースまで一緒だ。確定役だ、レインボー。860ゲーム確定役でございます。34,000円、外れろ。お、レインボー出た。あれ、俺レインボー2回目初わーい、よし、大チャンス、大チャンス来たで。ああ、でもレインボーだからといってね、別に一発で終わらせることもざらにあるわけですから。よしよしよし、さすがにレインボーオーナーでおしゃべりしてダメってことはねえだろ。チャンス目交えてチェリーまで引いて集団チェリーよ。これもう無双転生でよくね、無双転生チャンスください。そんな柔らけんこの体に傷一つつける。ない89%でやってほしいよね、さすがに。やめて、チャンス、その程度じゃない、なんで今日も動かないの、その程度じゃないって。
なんでさ、最近こんなんばっかやんけ。はい、それではウエスさんの神奈川南火災店さんの方にお邪魔させていただいて、ちょっと今発泡塞がり状態なんで、神奈川さんの状況を見て何か共通の何かが見えてくればなといういじるの望みにかけたいなと思います。北斗は千枚は2、3台ありますが、おお、朝一から5700枚まだ続いてるよね。これはやばいっすね。万枚コースで、まあ北斗はモンデル台あるけど、隣が朝一強くらいってるっぽいっすね。これバキ、なんかブブブの良さそうな台があるな。3300枚、鏡3000枚で、まあグラフ良さそうな台はちょいちょいあるんで、やっぱ鏡も、あ、こっちもいいっすね。2800枚。まあカバネリは相変わらずですかね。とりあえず今これが2箱で、これも2箱で、皆さん粘ってらっしゃるで、後ろの銭形が今2000枚超えたところなんで、鬼武者もなんか良さそうよ。こっちもね、今2000枚で、で、ああ、こっちも今2箱ゴリッといってるよ。 RA2、3箱だよ。3900枚、いかつで、もう一方もねプラス益で粘ってるんで1300枚。さあ、ということで2台目に行きましょう。まあ、1台目の北斗が中段チェリーが230分の1ぐらいで、スイカは170分の1ぐらいでした。まあ、かなり厳しい状況 で、ありがたいことにね、本当のお店の稼働がめちゃめちゃ良くて、軒並み座れる台が見つからなかったんで空いていた派です。今の時間であれば1回天井を踏めるような感じではありますので、一応この台が38ゲームぐらいでやめられてる台で、まあおそらくヘルグレイブ見てやめたっていう感じだと思うんですけど、まあ、天国準備スタートとかはね半分ぐらいあるんで、カーレスに関してはね天井でのゴッドは引けたんですけど、まあそれだけなんで、まだまあ一応ね確定薬で紫7じゃないや、名誉揃いはできたんですけど、他の確定薬紫7だったりゴッドっていうのは引けてないので、天国斜め木ならジャッジメン、お犬様以外、お犬様以外お願いします。だよねー、最低保証。エルビスステージ、そう、エルビススタートはね初代では一応ね設定差があると言われてたやつなんで、まあでもどちらかというとこのヘルグレイブが取れるか問題、ヘルグレイブ取って 25% でペルセフォネ以上引っ張ってくるっていう、それでいきたい。5枚目、6枚目、7枚目、
あと300ゲーム回してフリーズさせてゴッド引いて金7出てきて乾燥させればいいだけだから。2連で抽選。中段機ならまずいって、まずいってこっちで上がってここで当たってる可能性がある。2連の抽選とそこでモード上がってて中段機ならでの抽選でしょ。これ乗り越えられたらまあ天井だろうけど。続いちゃったりしてね。うわ続いた、やばい当たってるわ。やっちゃってんね。絶対いいんだよこんな。130ゲームだった。北斗の天井マトさん130ゲームだったし、ハーデスの天井マト130ゲームだ。まあこれでより歓迎ですね。あーもうマイナス確定だ。いや確定ではないね。頼むヘルグレイブを2回連続ぐらいで巻き戻せば完走という完走できれば。それでは店内紹介、店内状況を見ていきたいと思います。まずは寝台銭形から4000万オーバーですね。で裏ブブブが5800枚と4000枚。ブブブやっぱワンチャンあったのか。ボブスレは今ラッシュに入ってるとこだな。こういうグラフとかなんか上っぽいけどね。で鏡2400枚とこれも2000枚だね。おおすごい右肩、うん、これが俺が打ってた台3000枚から出たんだ。あー3000枚入ってんね。カバネに角台めちゃめちゃへこんでんだけど、これいつもいる常連さんが打ってるんですよ。なんか確定系レーデンじゃないかな。いや絶対すぐ逃げる方なんで 2.5 箱ぐらい積んでますね。でそこから1箱1箱とまあいつも通りって感じですかよ。鬼武者が 2.5 箱積んでますね1台。あーでこの台も全然へこんでないじゃん隣。あー全然へこんでないですね。1900枚でユニコーン今3箱積んでますね。一撃で今1600枚だけど延々は右肩じゃん。めちゃめちゃこれ2400枚で隣が2000枚と。あこれも揉めてるっちゃ揉めてるのか。ワンチャン全員あってもいいぐらいで多分当たりバイオだと思うんですよね。あれいつこれ 1.5 箱出てて、まあ、ちょっとグラフ見えないですけど当たってるんで。で隣の方これ多分別詰めしてるんですよ。3000枚オーバーだったんで。で隣が今1箱ということで。
お疲れ様でございましたということで、50万負けからのリベンジマッチといいますか、なんとかね取り返そうとした戦いでございましたけれども、朝一の北斗中段チェリー240分の1ぐらい、まあ厳しそうな状況でございまして、まあ一応ね朝一天井ギリギリまで行って、あと130ゲームぐらいで天井だったんですかね。あれで天井行ってたらもしかしたら変わったかもしれないですけど、まあその時点で、その次かのあたりで見切らせていただきまして、いや一応天井ね狙える時間帯だったんでハデス行ったんですけども、1250ゲームぐらいですか、レア役連打した後に、なんか知んないけど急に中段蹴りも中段キナナを持ってきまして、まあ最後ねちょっと時間余ったんでジャグラー小づきまして、ジャグラーでプラス1000円まで入れちゃいました。はい、なんで6万7000円投資まで行って、最終的には、回収が271枚でございました。まあ一応ちょっとだけ帰ってきました。焼け石に水ですね。2週間と3日で私56万円負けということになります。このしばらくの戦いはもうしょうがないんでね、はい、いつか来るいい流れに向けて頑張る耐える期間だと思っておりますので、はい、どこまで耐えれば帰ってくるんでしょうか分かりませんが、多分人生で一番へこんでるかもしれないですね。55万56万は凱旋をやってた時に1週間で40万やられた時がやばかったんですけど、まあ、その後ポンポンポンってプラス持ってきたんで、なんかその時はそんなにね後を引かなかったんですけど、今回投げんだわ。はい、ここから遠征でね三重行って、福岡行ってという遠方に行けば気持ちも入れ替わるかなと思いますんで、気合い入れ直して頑張っていきたいと思います。ということで、今回はウエスさんの火災店さんにお邪魔させていただきまして、ダブルの力やらせていただいたんですけれども、引き続きダークチャンネルこんな感じで、スケジュールございますので、私の負けっぷり見たい方もしくは、僕が座る台以外であれば結構皆さん出してらっしゃるので、ぜひぜひ遊びに来ていただければ幸いでございます。ということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。ねぎらってください。お疲れ様でした。バイバイ。